どうも、鳥のつめ南総統です。8月24日に放送された夏のホラー大型特番バーチャル百鬼夜行汚れを見てくれた皆さん、ありがとうございました。10時間というね、長丁場にもかかわらず、ものすごいパワーと情熱を感じて、あっという間の時間でしたよね。いや、いろんな企画が本当に目白押しで、準備するのもすごい大変だったと思いますが、まあメインのお三方をはじめ、ゲストの皆さん、そして支えてくれたスタッフの方々、関わったすべてのホラー業界を盛り上げようとする皆さんにリスペクトです。いや、今年はリアルの怪談師の方なども生で出演されていたり、こう実写とバーチャル空間の融合っていうのが面白さもあったりして、表現の可能性っていうのをすごい感じましたよね。本当にお疲れ様でした。まだね、リアルイベントの開催も残っているそうなので、気になる方は引き続きチェックしてください。ということで、今回はそんなバーチャル百鬼夜行汚れのゲスト怪談で放送された自分の動画をね、特別にこちらのチャンネルでも流していきたいなと思います。まあ、怪談動画の後、制作の裏話なども含めしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、いきましょう。スタート。取り詰め。バーチャル百鬼夜行汚れをご覧の皆さん、こんばんは。どうも、鳥の爪団総統です。いえ、それは本来最も心休まる場所であり、安心安全な居場所でなければなりません。ホラーゲームを700作品以上実況してきた私にとっても、家というのは一番大事な空間と言っても過言ではありません。安全だと分かっているからこそ、恐怖の世界に身を投じることができる。さて、今宵皆さんにお聞きいただくのは、日常にそっと潜む悪夢のようなお話。安全だと思っていた居場所が脅かされるとき、人間は恐怖し、どん底に突き落とされるのです。ホラー、闇はそんなところにも。隙間。これは私が以前住んでいたアパートで起きた出来事です。その日は秋口にもかかわらず、蒸し暑い日だったことを覚えています。私は異常な寝苦しさと強烈な喉の渇きで夜中に目を覚ましました。いても立ってもいられず、寝室から出てキッチンへと飲み物を飲みに行きました。冷蔵庫からお茶を出し、それを一気に飲み干すと、ようやく一息つくことができたので、なんでこんなに暑いのかとぼーっと考えていたのですが、ふとその時、冷蔵庫とその横の食器棚の間の隙間がなんとなく気になりました。2センチにも満たない、なんということもない、ただの隙間です。キッチンの電気しかつけておらず、薄ぼんやりとした明かりの中、じっとその隙間を見ていると、いつの間にか隙間から4本の指のようなものが出ていました。え？私はぎょっとしました。冷蔵庫と食器棚の奥に人の入れるようなスペースはないにもかかわらず、その指は冷蔵庫の後ろから冷蔵庫の側面を触るように出てきたのです。私は驚いてその場から逃げ出そうとしましたが、私の意思に反して体は固まったかのように動きません。それどころか視線すら指から離せなくなっていました。それからどれだけ経ったか分かりません。10分経ったような気もしますし、30秒しか経っていないような気もしています。気がつくと、その指が少しずつ下に動いていました。ゆっくりゆっくりと。妙な予感があったのです。その指が床まで降りたら私の命が危ない。根拠はありませんでしたが、なんとなくそんな気がしたのです。スーッと指は冷蔵庫をなぞるように、なおも指は下へ、下へと、ゆっくり、ゆっくり動いていきます。体は動かないのに、恐怖でどんどん呼吸が荒くなっていきます。そんな私の思いなど関係なく、指は下へ、下へ、そして指が床に触れました。やばい、終わる。そう思った瞬間、
私はベッドで目を覚ましました。遮光カーテン越しにうっすら外が明るくなっているのが見えます。はじめ私は何が起こったのか理解できませんでした。ベッドの中、汗でぐっしょりとパジャマが濡れてる。あの指はどこへ？私は生きてるの？そんな考えが頭の中をぐるぐると回っていたのですが、だんだんと思考がはっきりしてくるにつれて、ああ、さっきのは夢だったんだ、とわかるようになりました。今まで生きてきた中で一番最悪な夢。でも夢でよかった。そんな安堵の中、汗で気持ち悪くなってきたので、シャワーを浴びようと寝室を出ました。そして、私は凍りつきました。キッチンの電気がついており、シンクにはコップが一つ置いてあったのです。寝る前には明かりをすべて消して、洗い物もすべて片付けたはず。電気をつけてコップを使ったのはあの時しかありません。でもあれは夢だったはず。もしかしたら、あれは、夢ではなかった。汗で不快だった体が急激に冷えていくのがわかります。私は仕事を休み、その日のうちに引っ越しの手続きをしました。そして引っ越し当日まではなるべく家には立ち寄らず、寝るときは友人宅やホテル、漫画喫茶などで夜を明かしました。無事引っ越しを終えて今のアパートに来てからはあのような体験は一度も起きていません。結局あの指は何だったのか、あれは本当に現実だったのか、今となっては何もわかりません。ただ今でもふとした瞬間に隙間を見つけると怖くなることがあります。職場だったりコンビニだったり家だったり、あらゆる隙間からまたあの指が出てくるのではないか。皆さんも隙間にはご注意ください。いかがだったでしょうか。隙間というお話でした。かの有名なニーチェはこう言いました。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ。隙間から出ていた指は一体何だったのか。闇というのは我々の想像力を刺激し、時にそれが夢なのか現実なのかすら曖昧にします。闇に取り込まれないように気をつけなければなりませんね。なんだか私も少し喉が渇いてきました。コーヒーでも取ってきましょうかね。ああ、心の隙間見つけた。はい、ということで見ていただいたのは馬百本編でも放送された隙間というお話でした。いや、今回ね、この馬百のお話をいただいた時に、まあゲスト会談をする上で、まあ自前の会談をお話しするか、まああちらで用意していただいたものから選択するか、みたいなね、感じだったんですけども、今回はね、リスナー公募で募集された会談の中から、まああちらの運営さんが2つほど選んでくれて、そのどっちかを自分が選択して、読むっていう形だったんですけども、今回ね、自分用に、用意していただいていた会談が、1個がこの隙間っていうお話と、で、もう1個がちょっとこう、笑い系の話っていうのかな。階段だからもちろんベースは怖いんだけども、どこかちょっとクスッとくるようなテイストっていう感じだったんだよね。まあ普段のキャラクターからもね、割とこうおちゃらけたりするの好きだったりもするんで、ちょっとそういうお笑い要素が好きなのも自分の性格には合ってるなって思ったんですけども、まあ二つの階段を比べた時により怖さが際立つのは今回のこの隙間っていうお話の方がね、いいなって思いまして、よりこうお話を聞いていて想像がしやすいようなのが隙間だったかなっていう印象があります。で、まあ自分の場合ね、バーチャル恒例百物語っていう2020年に開催された企画から、まあ今回で4回連続、まあ解禁賞という形で出演させていただいてるんですけども、まあ去年ね、2023年の時には、まあ、馬百開催がされなかったということで、
で、ちょっと久々の開催だったんですよね。特に前回かな、2022年に参加した時に感じたんですけども、やっぱ年々参加する方々のクオリティ、作品のクオリティだったり映像技術っていうのがものすごく進化していて、それがこう自分にとってもめちゃめちゃいい刺激になってたんですよね。で、その 3D モデルを作ったのがちょうど去年の10月頃だったんですね。なので去年はその馬100が開催されなかったということで、この 3D モデルの体を使えるようになってからは初めての馬100だったんですよ。まあ動画を見ていただいたらわかると思うんですけども、やっぱこういう 3D モデルの体があったりするとやれる表現の幅っていうのがめちゃめちゃ広がるので、今回参加するからにはまあなんかいろいろ挑戦したいなっていう気持ちがね強かったんですね。まあもちろん普通にね階段だけをお話しするでもまあ成立すると思いますし、まあ映像に頼らないってことはその語り手の技術力っていうのかな、語る力とかがより浮き彫りになりますし、耳だけに集中することでその聞いてる側はね自分の想像力に頼るっていうので、こう小説を読んでるような怖さっていうのがあるっていうのかな、自分の頭の中で映像を作っていくっていう作業があるわけじゃないですか。まあそこがこう階段の魅力であり楽しさでもあると思うんだけども、まあ今回は参加するからにはやっぱそういう映像技術っていうところもちょっと見せたいな、まあちょっと自分で挑戦したいなっていう気持ちが特に強かったんですよね。でなのでこう 3D に関して自分でこういろいろ勉強する中で、ああなるほどね、こういうのも必要になってくるのかっていうので、人生で初めてユニティをちょこっと触りましたね。ソートがろうそくを持ってるシーンっていうのがあったと思うんだけども、あとシンクにコップが置いてあるシーンっていうのがね、あったと思うんですけども、そこのこうオブジェクト、ろうそくだったりコップっていうところは、その自分が使いたいアプリケーションで、それを応用するためには、ユニティの方をちょっといじくって、ファイル形式の変換っていうのかな、なんかそういうのとかを、こう、ユニティ側でいじったりとかして、いや、なんか本当に日本語情報がね、少なかったりとかして、これどうやったらいいんだみたいな感じでね、大変だったんですけども、実際そのね、アプリケーションの方にろうそくを読み込んだりしたら、ものすごい光がピカー光っちゃったりとかして、いや光強いみたいな、サイズもめっちゃでかい感じで出てきちゃったりとかして、このスケールどうやったら小さくできるんだなみたいな、綺麗になんか描写するためにはなんか工夫が必要だったりとかして結構苦戦したんですけども、いや本当にね、あの見てる側からしたら数秒にも満たないような、こう気にも止めないような部分だったりはすると思うんだけども、なんかそういう細部にこだわることでなんか面白い表現ができるんじゃないかなっていうので、まあなんか今回はその辺もね挑戦してみようかなということで自分の中でねやってみたんですけども、音っていう部分もちょっとこだわったりしてまして、まあ最近ね、音楽活動というか、まあラップとかもね、自分でやってたりしますけども、そういうところでこうミックスする作業とかをね、自分でやったりしてるので、こう音作りっていうところも前よりその、どうやったらより面白くなるかなとかっていうのが、ちょっと深掘りできるようになってきたんですよね。で、今回この怪談動画を作る上でも、まあわかりやすいところで言うと、夢落ち的な部分ね、ありましたよね。後ろでね、こうセミの音が最初聞こえてるんですよ。実際夜中でも鳴いてるし、朝でも鳴いてるセミっていう、こう生態からちょっと調べたりして、まあでもやっぱ日本だったらアブラゼミがいいかな、みたいなところで、こうジージーっていうアブラゼミの音がちょっと聞こえてて、まあ、脚本の表現で言うと、秋に近づいてる、まあ残暑ぐらいな雰囲気だったので、まあだったらアブラゼミもいそうだし、でまあその朝方になった、そのまたちょっとこう虫も活動してきたぞ、みたいな雰囲気を伝えたくて、ベッドで横たわってるシーンとか、セミの音を使ってるんですけども、そのセミの音がね、こうパタッと止まりかけるというか、その衝撃の事実を知る場面で、複数鳴いてたセミが一匹こうセミが死んでいくようにこうね、ゆっくりとフェードするような感じっていうのかな、そういう音の表現をしてたりするんだけども、まああとそのいただいた脚本上だと次の行にはもうここのオチが来て、で後日談があってみたいな流れがあるわけじゃないですか。でもやっぱりこの行とこの行の間にはもっと間を空けた方がいいよなとか、音の表現でここにもうちょっと時間の空間を作るっていうのかな、聞いてる側にとってのこう時間の流れみたいなのが感じられるような音の表現とかできないかなとかっていうのをちょっとこう追求したりして、まあ、そこでこう夢落ち的な部分で登場させたのが AI アートとかも今回使ってたんですけども、ワンフレームワンフレームになんか全く違う AI のアートを入れてるんだけども、ちょっとまあサブリミナル効果的なのを狙ってるというか、まあスロー再生とかしたら普通に見れちゃうかなとは思うんですけども、冷蔵庫を触ってるような手の画像があったりとか、
まあ、なんかこっちを見てきてるような目の怖いアートが入ってたりとか、まあ、なんかこう潜在意識に訴えかけるっていうのかな、なんかそういうところを狙ったような AI アートとかを結構入れてまして、そのワンフレームワンフレームもここはちょっと演出としてちょっと強調したいから2フレーム3フレームとかに伸ばそうとかで、また同じ画像をちょっと別の少し時間経ったところにもまた3フレーム入れることで、ちょっとこのアートに関しては印象強く、脳にの刻まれるようにしたいなとかなんかそういうところもこだわって作ったりとかはしてましたね。まあ、で、その中でもやっぱオチとして使われたあの目玉のアート。まあ、脚本上はその指、4本の指が出てくるっていうところがまあ一番怖い表現ではあったんだけども、あそこちょっと自分なりに解釈を広げて、まあ、演出、脚色させていただいた部分だったんですけども、まあ、より映像として見た時にインパクトが出るのって言ったら、やっぱ指プラス、さらにその奥に潜んでる、なんか得体の知れないもの、お化けなのかクリーチャーなのかも、まあ本編だと言及はされてないけども、まあ、自分の中ではね、こうなんかおぞましいクリーチャーみたいなのがいてくれたらいいなみたいな、こう思いみたいなのもあるわけですよ。でそこでこう自分の中ではまあ目玉っていうのをこうより印象をつけられたら、またこう違った解釈ができるというか、自分の色としての表現ができるかなっていう風に思いまして、まあなのでいただいたお話、隙間っていうお話自体は本編の部分に当たる部分ですね。でオープニングとエンディングのその前語り後語りっていうところは、まあ自分の色をこう寄り出していくっていう風にしていたんですけども、まあそもそもその馬百を見てくれている視聴者さんっていうのは自分のチャンネルの視聴者さんじゃないわけじゃないですか。まあもちろんね、うちのチャンネルを普段から見てくれてる人もリアルタイムで見てくれた人もいると思うんですけども、やっぱベースにいらっしゃるのはその VTuber さんを追っている方々だったりとか、まあ今回そのリアルのゲストもいたりするんで、そういうこう怪談とかが好きな、本当にそういうホラーが好きで集まってる方々とかね、はたまたそういう大手事務所に所属してる方とかもゲスト出演されていたので、そっち側の普段ホラーはあんま見ないんだけど、その推しが出てるから見に来たよ、あでなんかでも面白い番組だからそのまま見ちゃおうかなみたいな人とかも、こういっぱいいろんな客層がね入り混じってるわけじゃないですか。でそういう中でゲストとして出演するっていうことは、まず自分が何者なんだろうっていうところもちゃんと伝えなくちゃいけないし、その上でやっぱかますというか、一個インパクトに残るようにしたいなっていうのがすごくあって、まあ、かといってそこの自分が何者なのかを多く語りすぎちゃうとくどくなっちゃうんで、その階段に反りつつも自分のキャラクター性っていうのかな、ホラーゲームを700作品実況してきた私にとっても家っていうのは大事な空間で、そんな家が脅かされたら怖いよねみたいな、この構成上のつなげ方っていうのかな、なるべく自然になるようにしつつも鳥の爪弾相当知らない人にも伝わるようにしつつ、ちょっと語るっていうところとかも構成的には大事にしてた部分ですね。であとその裏話的なところで言うと、その撮影をしていくわけじゃないですか。このシーンはここからのカットで撮りたいな、あじゃあここの語りの部分はもうちょっとアップにしてこっちから撮ろうとかってね、こう自分なりにやっていくわけじゃないですか。まあ、気分は映画監督みたいな感じだよねあっちから歩いてきてこうしようとか、ここの椅子に座らして語らせようとかね、そういうのもあったんだけども、でいざ撮影が終わって、よしじゃあ動画編集するぞって思ったら、なんかその階段のオチを話し終わった後っていうのかな、その夢オチ的な部分、あそこが終わった後ぐらいのパートから、なんか急に動画のファイルが結構細かく分けてたんだけど、音声に謎のノイズがブツ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 いうのが入り出したりとか物によってはもう階段の自分が喋ってる音声が全く残ってなかったりして、口パクの鳥の爪弾相当がただなんか映像だけ残ってるみたいな状態になっちゃって、え何これってなって、でちょっと改めてそことかね撮影し直したんですけども、あれは怪奇現象だったのかただの機材トラブルというか、なんかそのアプリケーションの不具合バグみたいなので撮影ができてなかったのか、怪奇現象なのかも俺もわからんっていう勘弁してくれよとか思いながらさ、そんなのもありつつ撮影したんですけども、いや映像を作るの自体はね、やっぱ改めて思ったのはすごい大変だな、時間かかる作業だなってすごい感じたので、後半の方でねエンヒルさんとかすごい映像を作ってる方々もいっぱいいらっしゃって、いやあれ作るのすごいよな、相当時間かかるよなとか思いながら、もうなんか中にはさ、どうやってこれ表現してんのみたいな、わからないというかね
皆さんなんかディズニーランドのアトラクションとかに初めて乗った時を思い出してほしいんですけど、なんかプーさんのハニーハントとか当時乗った時とか、あと最近で言うならあれかな、美女と野獣のね、アトラクションとかランドにあるけど、ああいうのを乗った時にさ、これどうやってんのみたいなさ、本当に魔法かかっちゃってんじゃんみたいな気持ちになる瞬間ってあるじゃないですか。なんかそれに近い感情を、なんかやっぱクリエイターさんに抱くというか、この映像表現どうなってんのみたいな、もう化け物じゃんみたいな。映像自体も化け物出てんだけど、なんか作ってる側も化け物というか、いい意味でね。すごすぎちゃって、ホラー版の夢の国みたいなところあるよね。ああいうのってすごいよなーって思って。改めてなんかすごい刺激と感動を覚えたなーっていう馬百だったんですけども。まあなんか自分も負けじとね、今回こう映像表現っていうところでも階段をより深掘りして面白く見せられたらいいなーっていうところだったんで、その公募してくれたね、脚本を送ってくれた〇〇〇様、ありがとうございました。まあその隙間っていう作品を送ってくれた方が少しでも納得できるような、喜んでもらえるような表現っていうのがね、できてたら嬉しいなーなんて思うんですけども、まあ、出るからには爪痕を残したいなという気持ちだったんだけども、爪痕残せたかな？で、もしかしたらね、この馬百きっかけで鳥の爪ダンソートってなんか面白そうなやついるなぁと思ってね、このチャンネルにたどり着いた方もいるかもしれませんけども、ぜひね、気になるホラーゲームの動画とかね、あったら見ていただければ非常に嬉しいです。改めて馬百、ゲスト出演させていただきありがとうございました。またね、ぜひ来年だったり、まあ、再来年だったり、まあ、ね、すごい企画なんで、毎年やるとかっていうのは本当に大変だと思うんですけども、ぜひ無理のない範囲でね、続けていただけたら非常に嬉しいなぁなんて思います。そしてリアルタイムで見てくれた皆さん、改めてありがとうございました。ということで、鳥の爪なんでは普段からホラーゲーム実況を中心に動画投稿してますので、そういった今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪なんに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。夏のホラー大型特番、バーチャル百鬼夜行、汚れにゲスト出演が決定。鳥の爪団相当の怪談を見逃すな。活動11周年記念シングル、ビガラビガラブー、8月20日から配信開始。ファンレター、支所箱の詳細は概要欄をチェック。いつも動画を見てくれてありがとう。